昔昔のその昔、空を埋め尽くすような星の輝きを振り払うための戦いがありました。そして戦いが終わった後も、空の下には星を恐れ、空の下にも次第に居場所をなくした彼らジョルハは方々に散り、その一つは青岩洞に閉じこもります。青岩洞にはネクタルや新車、ウグスやクシナ、クスキがいました。いつか桃源郷へ向かうことを夢見ていた獣たちは、機会を得て外の世界へと飛び出しました。これは団長殿が獣たちに手を差し伸べてくれた。ゴブリンは追い払って、青岩洞はなくなって、めでたしめでたし。だけど新車、はい、ネクタル、ウグス、どうした？どうした、違う、あるでしょ、ウグスとクシナに言うこと。ヒント、クスキはちゃんと言ってくれました。その二人とも心配かけてごめんなさい。そう、それ、もう二人ともすごく勝手、ウグスびっくりした。ネクタルは勝手に死に場所を決めるし、新車は気空艇から飛び降りるし、相談されなくてウグスもクシナも傷つきました。ごめんだけじゃ許さん。すまない、ウグス、クシナ、ネクタルが軽率だった。すまないでも足りん。新車、はい、抱っこ。え、うん、ネクタル。ああ、なでなで。わかった、もっとギュッといい感じにして。こういい感じ。許した。そんなんで許すのかよ。あれ、 B いた？いたっちゅうの。っていうか、オイラもこいつもルリアもネクタルが呼んだんだろ。団長殿、 B 殿、ルリア殿、ご足労申し訳ない。気にしないでください、手が空いたところでしたし。それでご用は何でしょう？ネクタルたちの今後の身の振り方について助言を願えればと。最初からちゃんと相談するって決めてるのは進歩ね。団長殿の気空艇へ厄介になり、ありがたいことではあるが、ネクタルたちがこのまま居続けるわけにもいかない。ご飯も寝るところも何もかもすっかりお世話になってしまって、お返しの目処も立っていないですし。そんな気にしないでください。これからどうするか決まるまでゆっくりしていってくださいね。団長もルリアも優しいからそう言うけど、このま、そういう単語はちゃっかり覚えてるのよね、フグス。いずれ桃源郷へ向かうにせよ、ネクタルたちはまずタツキの道を得なければ。桃源郷の場所を調べるのにだって時間はかかるでしょうし、その間の生活もあるものね。私たちも飲まず食わずってわけにはいかないわ。仕事か。となると手っ取り早いのは気空師ってことになるのかな。この間シロさんがお仕事を頼める気空師さんを探してましたし、依頼はたくさんありそうですよね。だな、そこらの魔物ならネクタルの相手にはならねえだろうし。そこまで甘えてしまっていいんでしょうか。むしろそこでオイラたちを頼らねえで怪しい仕事を受けちまう方が心配だって。話聞いてる限りネクタルたちってこいつより世間知らずって感じがするし。ネクタルも
古い人？獣？だから新しいことわかんないしね。面目ない。そんな、皆さん長い間閉じ込められてたんですから仕方ないですよ。目的地さえ一緒ならいっそこいつの気空団に入っちまえばもっと安心なんだけど。目的地、そういえば団長さんたちはどこかを目指して旅をしているんですか？はう、オイラたちはこいつの親父さんがいるイスタルシアへ向かってんだ。イスタルシア。はい、空の果てにある星の民が住むと言われている場所なんです。星の民、ネクタルを星晶獣に改造しようとした人たちよね。星の獣の成り損ないと契約を結んだことが新社の負担にならないかネクタルは案じている。負担だなんて、私がネクタルにお願いしたことだもの。何があっても受け入れるよ。新社、その言葉はありがたく、しかし未然に防げるのならばそれに越したことはない。うん、実験体でいうエラーみたいなことが起こるかもって。ああ、なぜ改造が失敗したのかネクタルも知らない。何がどこへ悪い影響を出すか判断できない。難しいのはよくわからん。でもさ、それってネクタルがなり損ないだからでしょ？ああ。じゃあさ、なり損ないじゃなくなればいいよ。おう、なっちゃえばいいじゃん。星晶獣に。星晶獣になる。そんなことできるのかしら。あ、いや、だがウグスの言うことは正しい。星晶獣への再改造はともかくとして、契約も含めネクタルの抱える問題を星の民に見せられるなら、それが一番正しい見解を得られるはず。星の民、オルキスちゃんのお父さんは亡くなってますし、ロキがオイラたちに協力してくれるとも思えねえしな。となりゃやっぱイスタルシアへ行くのが手っ取り早いんじゃねえか。イスタルシアへ行く途中で他の星の民に会えたりしたらそれでもいいんだしよ。桃源郷の場所を探すにもいろいろなところへ行く必要があるし。ということはこのまま団長さんの気空団に入れてもらえるのが一番いいのかな。本当に何から何までお世話になってしまいますけど。さっきも言ったろ、変に自分たちだけで頑張ろうとされるよりその方が安心なんだって。私も新社さんたちと一緒に旅ができるなら嬉しいです。どうですか妻。つまんでない。うぐす。食べていいリンゴって。うわー、うぐいす、一口やるから内緒って言ったろ。うわー、一つ足りないなと思ったら B さんだったんですね。なんだかもうすっかり馴染んでる。そう言って団長さんは笑ってくれました。目も見えない、歩くのも下手な私もちゃんと気空団のお仕事のお手伝いができるといいんですけど。そういや、クシナと新社たちはテレパシーで会話してるって言ってたよな。はい。もしかしてクスキともテレパシーで話せたりするのか？できますよ。クスキが一番離れていてもやり取りしやすいかも。私から魔力を引き出す力もクスキだけの能力ですし、ちょっと特別なんです。そいつは助かるな。ほら、クスキはゴブリン退治のためにルシウスについていくことになったろ。あいつが一人で何かしようとしてるのにクスキが気づいたら教えてもらえりゃありがたいよな。ルシウスさんって自分の力でどうにかしなくちゃって思い詰めがちですもんね。ああ、いるいる、
そういうタイプ。っていうか、クスキとネクタルだけど。ああ、すまない。はあ、謝罪が軽い。これはなでなでがもっと必要ですな。うぐす、こうか。それそれ。結局それで許すのかよ。わっ、びっくりした。二人ともお大事に何か噂されてるのかも。心当たりあるんじゃない？ない。本当にない。こうしてネクタルたちは団長殿の行為で気空団への加入を認められた。依頼を受けによろず屋へ向かう団長殿を見送り、ネクタルたちは部屋で待機する。団長はお父さんに会うって言ってたけど、新社は？新社はお父さんお母さん会いに行かなくていいの？うぐす！なに？ベッド散らかしたままでしょ？片付けてきなさい。ああ、忘れてた。クシナ、手伝って。はいはい。新社、気にしないでね。クシナに気を使わせちゃった。新社、昔のこと思い出せないのは私だけじゃないのに。落ち込んでちゃダメだよね。ネクタルはそう思いません。新社の悲しみは新社のもの。ありがとう。でもきっと私は単に怖いんだと思う。どうして助けに来てくれないのってお父さんやお母さんを恨んだこともあった。それにもう長い間会っていないもの。私だって分かってもらえるかどうか、それを確かめるのが怖くて。だから自分で忘れたんだと思う。心配してくれてるかもしれないのに。新社、不安を抱く新社自身を否定する必要はありません。新社の感情がどのようなものでも、新社の考えがどのようなものでも、それが新社のすべてではない。そして新社にはネクタルがついています。契約のもと必ずそばにあります。うん、ありがとう。一緒にいてくれて嬉しい。はい、新社。契約がなかったとしたらと少し考えてしまうこともあるけれど、でもそうはならなかったから。頼るばかりじゃなく、守ってもらうばかりじゃなく、私もネクタルにみんなに何かしたい。そういうふうに思うこと自体がもしかしたら足を引っ張ることかもしれないけれど、団長さんの気空団に入れていただいてから少しの時間が経ちました。外の世界は私たちが初めて出会うものばかりで、あっという間の日々でした。それじゃあ今日はまず甲板のお掃除をしましょう。はい、それじゃあ私は手すりをきれいにします。うぐす、汚れているところを教えてね。任せろ。ネクタル、新車の椅子動かして。ああ、ウグス。ルリア殿、ネクタルは新車を移動させてからこちらへ戻ります。はーい。それじゃあクシナさん、私たちは先に甲板の掃き掃除を始めちゃいましょう。任せて。
初めの頃は私もクシナもウグスも失敗だらけでしたけど、ここにあるお芋の皮を剥いていきたいんですけど、シーシャさんは危ないかな。ごめんなさい、何があるかぼんやりとはわかるんですけど、細かい作業ができるほどではなくて。シーシャはウグスと一緒にテーブル並べるスプーンとフォーク数えて。そうだね、それならできそう。クシナ、申し訳ないけどルリアさんのお手伝いを。クシナ、大丈夫ですか。クシナさん震えてますけど。ごめんなさい、私刃物がどうしても。ああそっか、ルリア、クシナね、切るものとか刺すもの苦手なんだ。切るもの刺すもの、あ、なるほど。そしたら火の様子を見ていてもらってもいいですか。誰か見ていないと危ないですし。うん、ルリアさんありがとう。怖いものは無理しなくていいんですよ。私も暗い場所は苦手なんです。お化けが出そうで。お化け？聞くて、お化け出る？ウグス、見てみたい。お化け見てみたいんですか？よし、ここはピッカピカ。次行こう、シンシャ。うん、少しずつですけど、何ができるかできないか分かるようになってきました。汚れてるとこ。振ったら見えるかな。おーい、Bさん。団長殿、Bどの、お疲れ様でした。うん、よろず屋に注文しといた食料を引き取って、あとは依頼も受けてきたぜ。依頼ですか。ネクタルに助力は可能ですか。それが畑を襲う魔物がいるってんで追い払ってほしいらしいんだ。手伝ってもらえりゃ助かるけどさ、船の中のことをやってくれるのも団の人数が多いから助かってるし、無理はしなくて大丈夫だぜ。であればネクタルのみがその依頼に同行します。シンシャ、クシナ、ウグスは戦闘に向いていない。家事を続けてもらう方がいい。ルリアさんも一緒に行くのよね。残った作業は任せておいて。お留守番か。ウグス、かっこいい気空士なりたいんだけどな。ウグス、それはもう少し大きくなってからだ。はあ、飛べる伝令はビーもできるもんね。邪魔したらダメだし。今度オイラが魔物相手の動きってやつを教えてやるよ。やったー、ビーかっこいい、好き。現金なんだから。シンシャ、掃除の続きを頼みました。うん、ネクタル、団長さんも B さんもルリアさんも気をつけて。はい、依頼頑張りましょうね。目的の島に到着して、団長さんたちは依頼を出した村へと出発しました。私とウグスとクシナは皆さんのことを見送って、お掃除の続きです。大丈夫だよ。ネクタルと契約してから体の調子は随分いいの。それじゃあ悩み事？そういうの相談してって言ったわ。
か。ごめん。我慢強いのは新社のいいところだとは思うけどね。それで？危ないことをネクタルだけに任せるのは申し訳ないなって思ったの。気空師のお仕事は危ないことも多いってルリアさんがお話ししてくれたけど、私が歩くのも下手なせいで、戦う時の痛みも怖い思いもネクタルばっかり味わうことになってしまう。それは、うん、そうよね。私も戦うのは下手だし、でも私はともかく新社が後ろめたく思う必要ないと思う。目も足も青岩堂のせいだし、何よりネクタルは新社を守りたいのよ。うん、でもでもね、私できることがとても少ないから、ちょっとでも増やしたいな。お、新社もウグスと気空師の練習する？そうだね、気空師の練習。ウグスもかっこよく団長とかネクタル助けたいな。口からティナみたいに炎を出せないかな。ティナさんみたいな炎、魔法を使うってことだよね。ウグスはどうかわからないけど、新社はできるかもね。だって新社はものすごい量の魔力を組み出せるんだし。ああ、それ使うべき。ティナに聞いてみようよ。うん、そうだね。なるほど、シンシャちゃんは魔法を覚えたいんだ。はい、ネクタルやルリアさん、団長さんの役に立てばと思って。役にか、懐かしいな。私も小さい頃兄さんを手助けしたくて一生懸命魔法の練習をしたんだ。そうなんだ。ティナ、怪我直すのも炎を出すのもできるもんね。ティナさんの魔法すごいもの、きっとたくさんたくさん練習したんだ。いろんな種類の魔法があるから、シンシャちゃんも自分に合った魔法がきっとあるよ。はい、どんな魔法も基本はほとんど同じだから、それは私が教えてあげられる。ちょっと待ってね。あった、予備のランタン。中の石を外してっと。ん？明かり何に使う？あのね、この石にはもう魔法が仕込んであって、魔力を注ぐだけで光るの。でも注ぐ魔力が多すぎたり少なすぎたりすると光が安定しないんだ。ティナさんが実際に石へ魔力を注いで見せてくれました。私の目に光は見えなくても魔力が安定した形になっているのは感じ取れます。シンシャちゃんは安定してるか確認するのがちょっと難しいかもしれないけど、光が揺れたり消えたりしたら私が教えるね、シンシャ。ありがとう、クシナ。ティナさん、魔力を注ぎ込む方法を教えていただいてもいいですか？任せて。石を握ってみて。私が上から手をかざして魔力を誘導するから。そう、そのまま。魔力を導いてくれていたティナさんの手がゆっくり離れていきます。そして、皆さんもクシノも目は大丈夫ですか？シンシャちゃんの魔力ってすごいね。こんなに強い光が生まれるなんて。
操作がうまくできるようになればきっとすごく威力の高い魔法も使えるようになると思う。将来性抜群、新社頑張って。次次。はい、そっとそっと注ぐイメージで。私のわがままにティナさんもクシナもウグスも根気よく付き合ってくれて、でも激しく光ったり弱い光がすぐ消えたり、なかなか上手にいきませんでした。周りのことを認識するのに魔力を広く拡散させてるから、新社は魔力を小さく絞るのが苦手になってるのかも。でもそれは魔力を使うことには慣れてるってことだよ。すぐにはうまくいかなくても練習あるのみですね。それそれ。うん、焦らずに続けてみよう。基本がしっかり身につけば応用だって勉強しやすいもの。ティナさん、教えてくださってありがとうございます。クシナもウグスマ、私みんなにお返しできるよう頑張ります。はい、まさか切ると土をダメにしちまう毒を撒き散らす魔物とはな。団長殿、リー殿もお疲れ様でした。無事依頼が片付き何より。本当ですね。ネクタルさんもお疲れ様でした。次の島に着いたらゆっくり休もうぜ。ただいま。お帰りなさい皆さん。厨房の方がご飯を作ってくださってますよ。ふぅ、それを聞いたら腹が減ってきた。聞く手を出してくれって相談室に頼んだらすぐ食いに行こうぜ。お、私も一緒に行きます。新社、新社は食事を済ませましたか？ううん、ネクタルと一緒に食べようと思って。クシナとウグスも待ってるよ。待たせてしまってすみません。では食堂へ。あ、待って、あのね、見せたいものがあるの。はい、新社。この石、こうして、ほら。これは魔力由来の光。そうなの、安定して光らせるのが魔力を使う練習になるってティナさんに教えてもらったの。弱い光だったらこうしてずっと灯していられるようになったから、ネクタルに見せたくて。なるほど、新社、見事なものです。もっと練習して魔力の扱いが上手くなったら魔法も勉強して一緒に戦えるくらいになれるかはわからないけど、でも今よりはずっとできることが増えると思う。そうしたらきっともっとみんなの役に。ネクタル？ネクタル、新社、団長がね、進路の方向に雲あるって。雲を抜けるまで速度を上げるから部屋の中に。新社。ありがとうネクタル、びっくりした。なんだ今の揺れって。ちょうど雲に突っ込んじまったから周りがよく見えねえな。私探ってみます。Bさん、船の下で大きなものがいくつか動いてます。多分そのうちの一つが気空艇の底にぶつかったんじゃないでしょうか。ぶつかったってことは鳥か魔物か。リードも、残念ながら鳥ではない。
こいつらも雲の中にいたのかよ。雲の中を縄張りにしてる魔物かも。あー、グランサイファー、グランサイファーに乱暴しちゃダメ。魔物を追い払おう。おそらく雲の外まで追っては来ない。そうだな、あいつらに少し痛い目見てもらおうぜ。呪詛はいずれ己に逃がす。くっそー、あっちは飛べるもんだから攻撃を当てようとすると船から離れちまう。そのままどっか行けばいいのに。なんで戻ってきてグランサイファーいじめる。魔物には気空艇が、さらに大きな魔物に見えてるとか。団長殿、頭上に魔物が。あいつら甲板に体当たりしてきやがった。団長殿、飛空艇の速度を今少し上げられないだろうか。突っ切ってしまうべきだ。そうだな、追いつかれないように目いっぱい速度を上げちまおう。オイラたち、もう一度操舵室に行ってくる。振り落とされちまわないよう、ネクタルたちは部屋に入ってくれ。承知。ネクタルが私を抱え上げて、クシナはウグスを抱っこして扉へ向かって走ります。あ、でも魔物が甲板へ迫って。ネクタル、これを投げて。はい、シンシャ。何も聞かずにネクタルが魔物へ向けて放り投げてくれた石、私は周囲へ散らしていた魔力を、その石。思い切り魔力を込めた石は一番の光を放って砕けてしまいました。光に驚いた魔物が船を離れる間に、気空艇は大きな雲を抜けて青い空の下へたどり着きます。やったー、魔物を追っ払った。最後のピャーって光、すごい。新車すごいね、新車。新車、ごめんね。大丈夫？なんだか急に疲れ。新車は大きな魔力を遠隔で石に注ぎました。慣れないことが負担になったのでは。ベッドで休みましょう、シンシャ。そうだそうだ、ネクタル急げ。あ、ウグス。シンシャ、少し揺れます。うん。私、食堂へ行って私たちの分のご飯をもらっておくね。ウグスも手伝う。ネクタル、新車見てて、動かないように。ああ、ウグス。クシナもよろしく頼む。ごめんね、うまくいったなと思ったけど、最後はこんなで。新車は魔物を追い払うという気空団の第一目的を達成しました。謝ることは何もありません。でもまたネクタルたちに心配かけちゃったから。シンシャ、それはシンシャが謝るべきことではありません。ネクタルは、クシナとウグスもシンシャを心配したくて心配をしています。そうかな。はい、シンシャ。シンシャが、新社がネクタルをもっと頼ってくれればよいとネクタルは思っています。
もう、いっぱい頼ってるよ。頼りすぎなくらい。いいえ、神社。神社が魔法も覚えず、今のまま、今よりも弱くあってほしいと、ネクタルは望んでいる。そうかな。はい、神社。ネクタルは、ネクタルを恥ずかしく思います。それでも、神社に必要とされなければ、ネクタルは。必要だよ。ネクタルは、私にとって、絶対に必要だよ。だから、一緒にいてってお願いしたの。でもね、一緒にいるって、ただ私がネクタルに助けてもらうだけじゃなくて、私もネクタルのことを助けて、お互いに助けたり、助けられたり、神社。これからきっと、ネクタルが困ることもたくさんあるよ。外の世界に出て知らないことがいっぱいあって、だからネクタルがクシナやウグスが困った時に私ができることを増やしていきたい。何もできないままよりもその方がきっとずっと安全に旅が続けられるから。それは、はい、神社。神社の言う通りです。それでね、それで、ネクタルが、私を甘やかしてくれるみたいに、私もネクタルを、甘やかしたいな。もう、十分です、神社。十分です。ネクタルが泣いているような気がして、でも魔力を使ってたくさんおしゃべりして私は疲れてしまったみたいで、うまくネクタルに伝えることが今の私にはとても難しかったから、私はネクタルに手を伸ばしました。冷たくて優しいネクタルの手が私の手をぎゅっと握ってくれます。私もネクタルもきっと同じようにこの手を離さずにいられたらと、今はそれだけを強く願っているのです。これは蛇の試練よ。あたしたちが試してあげる。これがサンタソッパワーだ。何十の加護、この風を刻むがいい。逃すか。呪詛はいずれ己に帰ると知る。フェリスミルエスパーダ。うがっ、うがっ。我こそは軍神、踊り狂う暴君。プレゼントだよ。私の力使って、ネクタル。
逃すか。呪詛はいずれおめでに帰ると知る。フェリスミルエスパーダ。天井の槍が。患者たち。そこ。私の魔眼で石にしてやるわ。いい子にしてるんだよ。メリッガッガッアルコッソコッ。あります。メリクイそこはメリクがなんだ。結び結びて裏払いたまえ。払いかけよ天の鎖。私のマガを逃れろ。ユリ、時は満ちた。フェリスミルエスパーダ。我が風は天を裂き、大地を砕く。はっ、そこそこ。聖夜のツリーのような輝きだよ。我が核は筆滅の裁き。これがサンタソンパワーだ。フェリスミルエスパーダ。うがうがなれこメルシアナのもたらす呪われたちがお前たちに力を与えるわ。